合計4グループに分かれて4試合やる予定なんです。全4試合のレギュレーションがしっかり組めるような食材選定をしようかと思います。相当肉やるまいです。これ何だろう、豚肉も結構意外と厚みあるし、おおやるけ。さっきのチャーシュー丼のトロトロチャーシューとネギもやし。撮影中にさ、そこの椅子にてさ、こっそりボートレース見てないよね。ボートじゃなくてオートです。ああ。さあ始まりました。侍ティングでございます。じゃあ本日はね、景気づけに、まず本日の1曲目ということで、ビーズのアローンを小川さんに歌ってもらいましょう。どうぞ。僕らはそれぞれの花を。でどうすんだこれ。いい歌ですね。始まりました、サムライティングでございます。つかまんない小川さん。今日何ですか。今日何ですか。今日はですね、バージョン背景違うんですけど、文ちゃん2号店さん行っております。はい、今日も京都で来ております。栃木県佐野市でございます。今日何やるかっていうとですね、もう本当あと2週間後ぐらいにですね、中宮を控えておりまして、中宮の、食べる実践のやつをしっかりちょっと決めようじゃないかということで。なんか中宮を噂によるとものすごい募集人数かかってるって噂なんですけど、あれ本当ですか。あ、はい、本当に決まりました。で今もう24名の方がエントリーも決まりましたね。24名ってそれ1日でできるの。24名の参加いただいたので、6名1グループ、合計4グループに分かれて、4試合やるよ。結構じゃ長期戦というか、この日は1日がかりの撮影なんで。これ1日がかりの撮影です。で実際、物は何食べるんですか。物を、なんで今日ちゃんと食べようと、我々で。なるほど、味見みたいな。最終チェック。最終チェックです。今度の中宮用にで使う食材の最終チェック。うわー、4グループに分かれるんですけど、何を食べるか、誰と当たるかは完全のくじ引きになるんですよ。ただ、4試合とも同じメニューではなく、麺、米とか肉とか割れる予定なんで、当たったところによってはこの食材ちょっときついよとか。まあそうっすね、確かに、それはあると思う。で、中宮用のルールとしては固形3キロがリミットっていう。結構多いけどね、固形3キロ、ね、多いですね。中宮のプロの方は来るんですけど、そういった事故がないように、あとフェアになるように、こう全4試合のレギュレーションがしっかり組めるような食材選定をしようかと。ね、これってその中宮用が開催される前に動画公開されるんですか。はい、そうです。あ、じゃあ選手の皆さんもこの動画ぜひ見ていただいて、自分なりに対策をね、事前に掴んでいただければ。そんな感じですね。わ、楽しみですね。遅刻するって、泥棒だから。正直顔を取る。今度から、遅刻したやつルパン三世って呼ぶ。俺銭形の町捕まえるから。できんね。もうあの侍遅刻したい。いや、次の撮影鈴木さん遅刻して解散じゃないですか。え、次の撮影で鈴木さんが遅刻して侍インディング解散じゃない。予言者になるの。しないで遅刻。3分ぐらいのカレーなんですけど、はい、まず一旦食べてみましょうか。こんな感じ。まあ、いたって普通の。いただきます。全く同じものが出るんだよね、これね。はい、中牛ね。はい、はい、はい、うまい。家庭的なカレーで、スパイスもあんま効いてないから食べやすいです、これ。相当。あ、肉が高い。1150円ですね。相当肉やるまいです、これ。なるほど。難度はかなり低い。これは低いです。これはむしろボーナス食材ぐらいの感じ。早い人だったら1杯どんぐらい食べれそうですか。1分かかんないんじゃない。ただこの暑いから焼けただけ気をつけないと。最初の1、2杯は1分かかんない人もいると思う。
肉料理で食いしようだったらね、これは多分かなり楽だと思う。まあ強いていうのはかき集める器用さ不器用さが若干出るぐらいだと思う、うん、個人差で言ったら、自分はこれでいい気がするな、うん、完成されてるというか、うん、具もあるし、でも食べやすいから、うん、そこのステージに誰しも行きたかったそういうわけでね、うん、まあ、早い人は当然いいわけで、でゆっくりな人は、まあ、悲しんだったら食べにくいものがいいなって思う人も多分いるだろうから、うん、その相性っていうのはやっぱ、うん、これは俺これでこのままでいいと思うよ、うん、食べやすいままで。ゆまさんはどうですか。うん、こ、うん、うん、はい、一回殺したいんですけど、一回殺したいんですけど、前回反省してないんですよ。インタビューするタイミングが食べるタイミングなんですよ。今ゆうまさんって言った時には終わったと思ってでしょ。本当にまあまあ、でも僕が突っ込んだことによって前回の動画面白くしなかったんですけど狙ってるまである。狙ってる、うん、ここまでいいぞ。狙ってるまである。もうそのツッコミ、はい、来たって。ああ、もう喜んで、はいはい、俺の手のひらみたいな。高等技術覚えちゃったから悪いやつです。どうなんですか、あれは。あ、僕もいいと思います。うん、このままでいいの。うん、でもうまい、いいと思います、これで。何の問題なの。次行きますか。じゃあ行きましょう、この焼きそばを。はい、ちなみに焼きそばですね、これも3名ですね。てよ、あ、これ人によるね。俺は人によると思う。レモンサワーツーリドッタ、うん、今はあれ、今はリモンサワーツーリドッタ。二郎系とかでよく使われる麺ですよ、うん、なんか当初思ってた焼きそばとは全然違う。まず表面がパサパサしてない、ツルツルな、ものすごいツルツルしてる。何歳だろう、すごいよね、うどんに近い。もうツルツルか、だからもう止まるってことがないし、多分もうつまんないと思う。あの水気を必要とする系じゃない。あ、自分がもうなんか潤ってる感じ、はいはい、だけど麺のコシがすごい、うん、からこのボキボキ系ですか。うん、そういわゆるボキボキ系、うん、だから噛んでも麺がこうシュッていく感じではないかな。ただツルツルしてるからそのちょっと飲み込みやすくはあるけど、顎が極端に弱い人はちょっと厳しいかもしれない。あ、豚肉も結構意外と厚みあるし、キャベツももやしもシャキシャキ系なんで、これ例えばなんですけど、甘辛い系カレーとバランスどうぞ、絶対ハードル高いじゃないですか。うん、麺も結構量も多くてるんで、生卵1個トッピングして生卵の量増えた分麺なくしたと思うんですけど、鈴木さんがこれ300ずつ卵かけて本気で食べてね、1個どんぐらいかかるかによるんじゃない。そうですよ、卵かけ本気で食っても1回、うん、すいません、あの、はい、焼きそばに生卵1個落としてほしくて。あ、わかりました。生卵分ちょっと麺引いてもらってもいいですか。はい、すいません、すいません。それで生でいいですか、半熟じゃなくて。生で、はい、生卵をどうぞ。いいですか、はい、ど真ん中に。それ1つ、わかりました、わかりました。これやるとしたらこのまま、あの制限時間も決めた方がいいかもしれないですね。ああ、決定。チャーシュー4枚。うどんチャーシュー。20分とか。そもそも今それこそ今1分本気で鈴木さんが食べて1分ちょっとかかるんだったら、そのペースで20分まで食べ続けると結構きついかもしれない。3品目。チャーシュー丼。じゃあ行きましょうか。いただきます。具材が多いっす。めちゃめちゃ多いっすね、これ。おお、やるけ。
的。これ焼きそばよりこっちの大変だわ。これは外から見てる感じの感想いいですか。その卵が結局これ10個出てくるんですよね。今の感じの状態だと半分がね、半分がまあ結構ってことですね。それが結構まあ水分取れたなんで、結構チャーシューホロホロ系ですよね、うん、すぐとろけるよね。油がきつくなってくるのかな。あ、確かにこれね、油弱い人は結構苦手かもしれない。うん、もはやちょっと先生が言うとおり油だもんね。これあの、なんでこっちの焼きそばとか入れなかったかっていうと、本当に卵とキムチとネギとチャーシューと紅生姜、米、唯一チャーシューが喉通り良くなるぐらいで、他はそうならない。グッと止まるから、卵とか米とかはすげえ詰まりやすいと思う、これ。でも俺、めっちゃ美味しい。これ割と出るもん。あ、いきなり出ていないですよ。3つ目だから、これ出たのも9分でしょ。そうです。多分真ん中行けば、僕も中食いを挑戦できる。意外とセロリとチキン僕が一緒ですね。なんか食べるの美味しいですよ。うまい。すごいうまいんだけど。シンプルにうまいです。これは結構分かれると思います。いける人ですけど。このかき集めですね、最後の。あ、どっちなんですかね、こう今2人に食べていただいて、鈴木さんの意見の方が当日当てはまるのか、ゆうまさんの意見の方が当日当てはまるのか。ゆうまさんの意見の方が当てはまるのか。わかんない。小食いと大食いの間の中食いを作る上では多分このすり合わせなんでしょう、ね、どっちまで余んないかもしれない。また違った人種がいいかもしれない。でもやっぱね、卵揉み込みづらいわ。間違いないですね、卵は。でも卵なくしちゃうと一気に難易度が落ちたり落ちるけど、でもやっぱ食材が多いから俺はレベル高いなと。でも違うっしょ、食べやすかったでしょ。僕は割と食べやすかったです。もうどうなんだね、その人次第だね。俺は結構苦手なのは、自分の入れたい分だけ綺麗に切ってチャーシューも切れるから、4つぐらいに切ってくるっと一口で食べてくるんだったら食べやすかったけど。なるほど。ごっくんタイプだもんね。俺ガータイプだ。そうっす。それがこのままでいいと思います。もうなんか完成度が高いっすメニューとして。何しに来たんですか、僕確認で、なんで大事なことですから。しかももう食べない前提でめちゃめちゃ飲んでるでしょ。そんなことないよ。飲むかいのだけ。ただでもこれ、うん、いいと思います。ペースぐらい、どういうぐらいのペースでいきそうなイメージですか。これは早い人はまあ1分ぐらいじゃない。だから短期決戦10分とかですよね。うん、10分ぐらいでいっちゃうと思うよ。早い人も1分ぐらいで食べると思う。じゃあ、いただきましょうか。はい。あのさ、撮影中にさ、そこの椅子にてさ、こっそりボートレース見てないよね。ボートじゃなくてボートです。あ、ちょっと。すいません。すいません。じゃあ、4品目が味噌のつけ麺です。味噌つけ麺。味噌つけ麺。いただきます。いただきます。メンマに、さっきのチャーシュー丼のトロトロチャーシューと、ネギもやし、あ、ニラもやし。あっち、ちょっと待って、もやキャベツ、もやキャベツ。え、結構ありませんこれ。なんか麺量でいうとかなり、さっきまでのより一番あるように見えますか。天地すると一応上と同じだよね。まだよ、先にレンチあげた。見てるよね、絶対今、ね、いや、質感をね、麺のね、麺の質感もすごい。ちょっと時間はかどうなんのかなってさ思うね。先に行っちゃってくださいとか言ってるけどさ、このなんかエアを吸ったクッキーくれた麺、ね、今第何コーナー、第何コーナー、第1コーナー。おかしいでしょ。おかしいでしょ。じゃあいただきます。
まず麺から。これ麺はあのスープは重量に入ってないんだよね。そうです。断言します。これが一番辛い。うん、出てきてると思うよ。きついですよね。レベチレベチ全然違う。味が濃います、ね、から塩分で結構やられる人いると思います。麺も結構しっかりコシあるですね。これしっかりコシある。これはきついぞ。一番きつい。うん、でも割りかし焼きそばの麺と違って細めなんで、これ多分飲み方間違えるんで詰まる。あ、しかももやけべとかあのメンマとかもあるんで、食材違うもんとかとこうやって一緒に多分食べるタイミングがあると思うんだけど、うん、これは詰まるよ。これ一番きついですね。これ一番きついと思います。マストでスープ取るじゃないですか。うん、固形で300用意されてるけど、はい、結構多分スープしっかり高さんでプラスに300いくんですかね。着地で着地でいくんじゃない、うん、これはきつい。一番きついこれ。段違いできつい他のやつ。いやこれはきついね。肉チャーシューの時とちょっと肉感違うんですかね。あ、チャーシューは同じです。切り方が違う。もう薄さとかは特には一緒です。米あったかいじゃん。あ、麺冷たいじゃん。冷たいから繊維がキュッとなるからそれだけで歯ごたえが生まれちゃう。これは僕のランキング今のところカレー、チャーシュー丼、つけ麺、焼きそばとってます。楽な順？楽な順です。俺はカレー、焼きそば、チャーシュー丼、つけ麺だな、うん、まあ、いずれにしてもつけ麺は結構凶悪レベルだと思うけど、だからこそゆっくり食べる人系はそっちの方が嬉しいかもね。スピード出せないと思うよこれ、そんなに。だから調整しとかなきゃいけないよ、ここからは。細かな、うん、細かな調整をちゃんとしなきゃいけないですね。まあ、カレーは別にいいよね。あのカレーはいいですよ。焼きそばに関してはすすらない。あ、もうあの小林武さんの餃子の会みたいに、フードバトルグラフ、これこれ、うん、って重いのわざわざ吸うのも疲れるから、これが多分俺はいいと思う、うん、まあ、カレーも同じだけど比較して、はい、でもあれですか、そのチャーシューに関してさっき岩さんが言ってた4つに分けてみたいな感じで食べやすかった。いくらっていうのが攻略に近いんじゃないですかね。カレーとつけ麺の差がすごすぎますよ。すごいね、すごすぎる。つけ麺はこれ攻略じゃないよ。ない。どう下げるか。じゃあ下げるところでいうと、チャーシューのつけ麺をちょっと下げるからですか。俺が気になったのはチャーシュー丼の卵とつけ麺のチャーシューかな。つけ麺もそこがなくなればだいぶ変わると思う。もうでもこれなんか制限時間20分食べきらない人が出てくる可能性を前提すると、制限時間20分ぐらいかなと思うし、つけ麺今の状態でも。焼きそばも20分ですか。あ、結構きついね。スピード出せないですよね。つけ麺ってね、20分以上危険だと思うんですよね。チャーシュー丼制限時間もこれも20分ですか。15分ぐらいね。カレーも15でいいですか。じゃあ15、15、20、20一応、まあ、じゃあ米物は15分で麺が20、麺が20が目安なんです、ね。まあ、それは分かりやすくていい。メニュー次第どうする。最後調整、最後あの卵焼きそばとつけ麺の肉抜きとチャーシュー丼、その卵抜きをそしたらパンパンパンって3個全部タイマーでパンっていって、で最後結構プロ目線で、うん、どうなの注文していいですか。はい、あの焼きそばを生玉入れでトータル300に1つと、あとつけ麺をチャーシュー抜いて300に1つです。カディをくれればやるよ。どうですか、今回の中宮寮に向けて今思ってることあります。まあ安藤チャンネルだけには負けたくないですね。どうぞ安藤チャンネル。はい、じゃあご自身の最高のパフォーマンス期待します。はい、見てろ見てろ安藤チャンネル。3分まで3分いただきます。1、スパッ
どのぐらい一つだけでいいですか。早すぎて参考にならないかもでも鈴木さんが超本気で食べた30秒でこれ10回続けるとまあきついですよ。きついきついきつい。ってなったら1分のペースで食べ続けるだけでも相当ですよ。きついよこれ。きついと思う。だやっぱ20分あっていいですよね。あ、20分ないと無理、絶対無理。で、卵とグラムの減ってる量ってどうですか。あ、でも卵あった方がいい。卵さ、うん、これあった方がいいよ。卵思った、卵割り300。これ卵はね、いい。あのね、ソースが中和されるのよ。あのツーンが、はい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 、すごい俺食べててあれだなと思った。あとね、やっぱ流動性がより高まるからいい、よりつまらなくなりそう、うん、これね、すごくいいなと思った。チャーシューどうすね。で、具抜きの米悔しの300。もうなんかやる前からきついわ超苦手これ。はい、いつも OK です。どうですか、あの第2回戦に向けて。そうですね、やっぱり丼物といえばどんどんちゃん、どんどんちゃんといえばマックスってところ見せたいと思います。はい、張り切っていきましょうなんかもうすでに何かで負けてる気がするんですけど大丈夫ですか。すいません。いきます、3、2、1。目がきついとにかく、もうこれだけじゃ無理。1分ちょうどぐらい。1分かかったです。でも俺からしたら焼きそばの30秒は早いですけど、それでも、まあ、そうですね、こっち1分かかるんですね。もうね、焼きそばってあれだけでいけんのよ、つるつるしてるから。これいけないもん。どちらかというとこっちの方が卵乗った方がいい食材な気がするんですよ。焼きそばの方が卵乗せてしょ、作れるんだったら。いや、卵乗っけたいよこれ。願うなら生卵を乗っけたいです。もしくは温玉でもいいんで、ロッケたい。かき集めは問題ないとしようもあった方がいい。いや、かき集めの労力より飲み込みのリスクの方が俺高いと思う。じゃあちょっとあの、温玉の方が、温玉パンと生卵パン一つ。あとだ、チャーシュー抜き、いいよ、俺はいつでも。どうですか、今回どれくらいの記録狙っていけそうですか。まあ、そうっすね。まあ、多様性の時代なんで、やっぱり1分は切りたいなというふうに思ってますね。はい、1分ですね、目標は。はい、1分は切りたいなと思います。はい、踏ん切りの鈴木でちょっと売ってるんで、サモでは。すみません、お願いします。多様性ね、多様性の時代なんで。いきますか合わせた、3、2、1。
構時間かかりますね。どうですか、きつい感は。きつい。1分10秒。食べづらい。キャベツの食感も入ってもやしと、やっぱその一回つけるっていうこの動作がどんだけロスかっていう他のやつと比べて、うん、まあ、そうですよね、他のやつとかそこがありますもんね、うん、すごい違う、うん、シンプルに熱いし、これもだからそしたらつけ麺普通に考えて30分ぐらいしなきゃいけないかもしれないですね。ああ、これやるとしたら必要かもしれないね、うん、つけ麺はこれレベチだよ、このワンクッションはでかいぜ。25分か30分ですね。カレーと焼きそばなんとかね、カレー15分です、焼きそば20分です、チャーシュー丼も20分です。まあ、25以上欲しいんじゃない、つけ、あのつけ麺は。ちなみにチャーシュー見てどうでしたか、ね、まあ、まだ食べやすいね、やっぱり、まあ、俺が個人的に肉苦手ってのもあると思うけど、まだチャーシューあるよりは全然楽に楽、全然楽、その点はね、その点だけ、うん、全然違うよ。いきますか、じゃあラスト卵、チャーシュー丼、はい、最後の食材になりますか。やっぱり卵って鶏が先か卵が先かと思うんですよ。僕は卵が先だと思ってるからなんで負けられないですね。難しい。あ、じゃあ、いきます。ちょっと待って、もやっとした感じで言うのやめよう。これポテンシャル、俺がそうしたんだけど、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。いきます。3、2、1。そうね、肉だけ全部いってね。はい、はい、マックス速度46秒です。これ食べやすい、全然違う。卵ですね、まずこれ使わないもん、うん、卵あった方がいいよ。俺これまあ本当に米でお水使っちゃうとそれでもやっぱキャパ持ってかれちゃうじゃないですか。カレーは流動性あるからまだあれだけど、チャーシュー丼それで水分使ってもしんどいから、ここじゃ卵割りっすね。なんか今の食べ方がそれ模範解答感ありましたね。ほんと、これめっちゃさっきの全然違う、超食べやすい、マジで、スーパー食べやすい。でカレーはじゃあ繰り返しますね。カレーは 300g ですね、はい、まんまで制限時間15分なんですけど、はい、ちょっと早いですかね。か僕20分ぐらいでもいいのかなと思っちゃいました。確かにちょっと全体的にちょっと早いかな、うん、プラス5分ぐらいやんないと、うん、カレーライスあのままでいいけど、フードファイターの価値観でやっちゃってる気がして、うん、確かにカレーは20分にしても20分、うん、カレー20分で決定で、はい、焼きそばは卵割りになってるんですけど、はい、これもちょっと25分ぐらい、これも5分足してきません？足しましょう。焼きそばは全卵のせバージョンで制限時間25分で、はい、はい、で、つけ麺ですね、はい、肉なしで今25分予定なんですけど、ここ30に引っ張ってきますね。じゃあこれはもうつけ麺は最終チャーシュー抜きの制限時間30分で、はい、でチャーシュー丼は全卵生卵割りで、はい、ここも5分足して25分していきましょうか。はい、チャーシュー丼は味玉抜きの全卵に変わりまして、で制限時間25分いきたいと思います。